電気自動車大手テスラの ceo イーロンマスク氏は8日付の書簡で twitter に買収合意を撤回すると通知しました。マスク氏は twitter に対し、偽アカウントに関する情報提供を求めてきましたが、十分な答えがなかったことを理由としています。一方で twitter 側は法的措置に出る構えで、テイラー会長は勝訴を確信しているとしています。 また買収合意ではマスク氏側が破棄した場合10億ドルの違約金を払うことになっています。